小銃口。こんにちは、ソーチャンネルです。ソー太郎です。こんにちは。私実は皆さんに言ってなかったことがあるんです。実は僕Bファイタークワガーの弟です。イエーイ。はい、というわけで、すいません、全然言ってます。全然いろんなところで言ってるんですけども、こんなものを手に入れました。とうとう手に入れました。じゃじゃん。コマンドボイサー&インセクトコマンダーユニットコンプリートエディション、イエーイ。そう、お兄ちゃんたちの変身アイテムでございます。とうとう手に入れました。もうね、プレバンさんで予約してやっとゲットすることができたんで、ちょっと開けていくのが楽しみです。では開けていきましょう。はい、というわけで開けていきましょう。じゃじゃん。うー、すごいすごいですよ。憧れのコマンドボイサー。ちょっと待って、すごいすごいすごい。ちょっと出していきましょう。多分スタンドですね、スタンド。これを差し込むわけですね。やばいですね、激アツですね。カブト、クワガ、テント。これは、ドラゴンフライ。これが、あれですね、この、インセクトコマンダーって、ビファイターカブトの初期面3人じゃない方の皆さんの、こっちのインセクトコマンダーのこのモニター部分に表示させるやつですね。はい。こちらがインセクトコマンダーユニット。はい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 。むちゃくちゃ質がいいですよね。うん。BF。じゃじゃん。コマンドボイサー。憧れの変身アイテム。当時、何年前だあれ。もう小学生ですよ、僕。小学生の。総太郎少年が憧れに憧れた B ファイターカブトの変身アイテム。これで全部閉じて、電池入れないといけないですね。これ、この裏側のこの部分、ここを押しながら開けるっていうことなんで、よいしょ。はい、開きました。で、ここに単4電池を2つ。こうですね。こうと、マイナスがこう。はい。で、ここをオンにするんですけど、多分オンにした瞬間に何か起きるんで、こっち向きで。はい、出ました。ピピピピ。さあ、どうやるんだろう、これ。ちょっとこれね、説明書が、電子説明書らしいんで、はい、電子説明書。はい。まず、台座の使い方。はい。この台座が、ここにあって、こう。飾れるんですね、これね。最高。コマンドボイサーの遊び方。変身遊び。インプットカードを挿入します、ということで。こんだけたくさんインプットカードあるんですけども、皆さん、Bファイター、カブトのやつから、通常行かれると思うんですけども、私、クワガーの弟ということで、本日は、クワガーのインプットカードから行きたいと思います。いいね。はい、これを、こちらに、もう落としてる。あちゃ、うー！これね、
クワガーはこのクワガタの形の角が立つっていうことで。ふーん。ちょっともう一回やっていいですか。閉じて。セットします。せーの。心震えるね、これね。すごい。すごいですね。マイクを押しながら音声ワード、超重厚を発声入力します。ちょっとやってみましょう。憧れのあの変身台詞。これがマイクですね。マイクを押しながら、超重厚やば。で、これね、いろんな遊び方ができるみたいです。次がですね、シーン再現遊び。インプットカードを挿入していない状態でマイクスイッチを押しながら、音声ワード、地球を破壊することは許さんを発声入力します。すると、コマンドボイスさんに B ファイターカブトのパワーが宿る時の効果音が流れます。やってみましょう。これ、コマンダー、インプットカードを抜いて、抜いた状態で、いきます。地球を破壊することは許さん!これで宿ったと。宿ったところに、入れて、超重厚!やば。面白。っていうかこれあれですね。僕の方カメラ向けましょう。コマンドボイスはこっち向きで遊んでいきたいと思います。B ファイターなりきり遊びっていうのがあるんでやっていきたいと思います。それぞれのカードに登録されているワードを言うと、それに伴った音が鳴るということで。まずは、クワガーチョッパー。クワガーチョッパーってね、あのお兄ちゃんの武器なんですけども、僕とそのお兄ちゃんの間に共通点がいくつかありまして、その一つが、お兄ちゃんの武器がクワガーチョッパーで、僕の変身体、僕、激チョッパーなんですけども、そう、クワガーチョッパーと激チョッパーで、チョッパーつながりということで、はい。次。フィニッシュエポン。すごいね。で、次、お兄ちゃんの必殺技ですね。グラビティクラッシュ。面白。次。ビートスキャン。ビートスキャン。ビートスキャン。これはならない。ロードクワガー。ロードクワガーってあれだよね。お兄ちゃんの乗り物だよね。キャバリアーチョッパー。で、まだあったです。これ、覚えてないな。こんな技あったのかな。ウォーターパワー。水の必殺技。サンダーパワー。激しい。フレームパワー。リバイタルウェーブ。ちょっともう見てたのがすっごいちっちゃい頃だったんで本当に全然技の名前覚えてないけど、なんとなく懐かしいような気もしますね。次。クワガティックバスター。インプットカードガン。これあれだよ。銃みたいなやつですよね。アタックビーム。うわ、懐かしい。この音。この音はなんか覚えてる。ファイアービーム。
ジャミングビーム。これ。これめちゃくちゃ覚えてる。なんか、敵が、うわーってなんか、うるさいみたいになるやつ。次。ニードルレーザー。痛そうな名前ですね。セメントビーム。固めるんでしょうね、多分ね。次。コールドレーザー。凍らせるんでしょうね。トルネードシャワー。解除ってのがあるな。やってみましょう。解除。あ、解除したから、この、消えました。つまりこれ変身溶けてる状態ってことですよね。っていうことはこの状態で言っても出ないんだろうな。ジャミングビーム。あ、出ない。もう一回超重工しないといけないってことですね、これ。超重工。これで、はい、4つついてるんで、また遊べると。最後にね、もう一個あるんですよね。ビット、アナライズ。めちゃくちゃ教えてくれるじゃん。すご。ビット懐かしいですね。この、パソコンモニターの中にいるお助けキャラみたいなやつ。懐かしい。他にもね、ネオビートマシン発信遊びとか、あれですね、お兄ちゃんたちが乗ってた、カブトロン、クワガタンク、ステルスジャイロって、大きい乗り物。の発信音とかもできるのかな、これ。ちょっとそっち入れてみたいと思います。はい。というわけで、こちら。こちらが、B ファイタークワガーの乗り物、クワガタンクのインプットカードですね。というわけで、それを入れてみたいと思います。やっぱね、クワガタンクもちゃんと、クワガー仕様の角の立ち方。で、これでネオビートマシーンのカードを入れた後に、ネオビートマシーン発信もしくは各マシン名発信を言う。っていうことは、クワガタンク発信で、動くはずなんで、やってみます。クワガタンク発信！これで、クワガタンクが発信し、成功しました。LED が4つ点灯している状態、発信成功状態から始めます。これでまた、ワードを言えばいいんですね。いきます。クワガーキャノン！ビームみたいなやつだよね、多分。バトルフォーメーション！で、もう一個の技。シュートシザーズ。ネオビートマシーンのカードでも、ビットくんが説明してくれってことなんで、お願いしたいと思います。ビット、アナライズ。すごい。さあ、コマンドボイサー。いろんな遊び方ができるんですね。で、こっちにね、BGM ボタンっていうのがあるんですよね。ここ。これを押してみたいと思います。これだ。しっかり流れるやつだ。権利問題が怖いんで、ここでは流しません。けども、BGM がしっかり流れる感じですね。ちょっとここ音声消すんで聞きたいと思います。懐かしい。
歌が流れるのかな。歌も流れました。あの声も入ってました。歌声も。ふーん。すご。むちゃくちゃ楽しいおもちゃ、これ。で、もう一個遊び方があるみたいで、ミッションモードっていうのがあるみたいなんですね。まあ、セリフを言ってくれたのに対してこっちもセリフを言うっていう遊び方ができるみたいなんで、やってみたいと思います。ミッションモード。なるほどね。僕が変身したいやつ入れればいいのかな。いきます。で、超重工。正解、正解らしいです。終了。いろんな遊び方ができるコマンドボイサーでございました。すごいですね、やっぱり。せっかくなんで、兜も入れてみましょうか。B ファイター兜のやつも入れてみたいと思います。真ん中形します。超重工。熱い。最後はですね、全力の超重工で締めたいと思います。もちろん、ビーファイタークワガーのカードで。超重工！やべ、ボタン押された。超重工！というわけで、B ファイタークワガーになることができました。少年時代からの夢でした。この変身アイテムで変身をするっていうのが、ちょっとだけお兄ちゃんに近づけた気がします。ありがとうございました。最後にせっかくなんで。研ぎ澄ませ、獣の刃！超重工！